速稼塾の久保でございます。前回ですね、長島議員が年内5万円一律支給などね、いろいろと記事に取り上げられていた、そちらのコメント返しになってますけども、コメント今回ね、36件いただいてますので、動画で返信させていただきます。すいません。では、画面を切り替えてね、いつものようにやっていこうと思います。まずね、タイトルなんですけども、年内5万円一律支給って書いてます。その下ずーっといくとね、コメント1個だけ返信したんですよ。すいません。その後ね、あまりにもコメント36件ということなんで、手動ではなくて、こうやって動画でお返しすることにしたわけですけども、第1点目ですけどもね、張健一さんですかね。張さんから、この野郎、自民党に入ったらパフォーマンス覚えたら実現するわけないだろう。はい。私の返信は、まあそう思う方もあります。様々ですねってことなんですけども、まさにね、この人、張さんですね。張さんがこの方、長島さんに対してどう思うかはまあ自由なんですよ。私はね、どんなことであり、パフォーマンスであり、希望だと思うんで、そのパフォーマンスを後押しすることによって、長島議員が、あ、なんかこれ受けがいいな。よし、本当に実現させたらもっと受けがいいだろうなっていうふうになって、実現に向けていけるんではないかなと思います。まあなんせね、反対勢力でないわけですから、味方だと私は思ってますけどもね。まあ、本当考え方様々ですんでね。張さんもコメントありがとうございます。次、チョコさんですけどもね。日本国は世界一のお金持ちの国なのに、日本国民には出し売り。自民党には党員に給付金200万円を支払っています。日本国民には5万円ふざけていますね。ベーシックインカムは、QFS 資金ですと書いてますね。うん。なるほど。まあ、こういういろんな考え方があるんですけども、私が考えているのは、自民党員にね、いくら払っても構わないんですけども、国民にもね、もうちょっと払ってほしいなっていうところですね。で、あとね、権力を持った人ってこういうことができるんですよ。自分の身内にはたくさん払って、まあそうじゃない人にはね、スズメの涙みたいなことできますんで、私たちは誰を応援するかをね、しっかりと考えていかなくてならないってことですかね。次、細川さん。麻生さんは全然使えないよ。自分の金じゃないだろ、お前は。使えんやめろ。ということですけどもね。うん、確かにそうなんですけども、麻生さんを今の地位につけたのは、誰でもない私なんですよね、私たち。ですんで、やっぱり私たちの力で、こういうふうなね、使えんやめろって書いてますけども、こういう声をね、上げて、麻生さんをね、やっぱこう、やめさせていく方向とか、改めさせていく方向とか、あとは、この人がいいんじゃないかなってことで、別の方をね、押していくってことが、まあ、せめてできることなのかなと思います。官邸にメール、そして麻生太郎事務所に電話しましょう。で、田上さん、いつもありがとうございます。玉木代表も消費税廃止、2、3年ぐらい給付金巻いたらどうですかと言っていました。私は今すぐにの日本独自の視点で考えてベーシックインカムを導入するべきだと思います。でないと国民の生活が、危機状態なのにどうするつもりなんでしょうね。高見忠智論でした。また、久保さん、楽しく経済のことを語ってくださいね。ありがとうございます。私もね、経済のこといろいろと勉強していこうかと思います。まあ、玉木代表も言われてましたね、田上さんね。うん、でね、やっぱりね、怖い考え方なんですけども、ついてこれないやつを放っておくみたいな方もいるんですよ。弱者救済をするから、能力の高い方のパフォーマンスが落ちるっていうね、こんなことを言う方もいるんですけども、うん、それも一つのね、考え方で、もう恐ろしいことですけどもね、自分が能力が高いって思える人はそんなにいないですから、ただ、この考え方もなくなることがないでしょうね。私たちはどんなことができるのか、やっぱりね、力なき者でも団結すれば大きな力になるってことを見せていくことだと思うんですよ。今回がその機会になるんじゃないかなと思っております。小読さん、早く給付金欲しい。閣議決定は確か来週の11だったような。うん、そうですね。だから閣議決定に至るまでに、やっぱりいろんな声を上げていきましょう。麻生大臣の事務所に電話したりとかね、菅総理の事務所に電話したりとか、官邸にメールとか、私たちはこのぐらいしかできませんよ。はい。小金虫さん、ああ、いつもありがとうございます。久保さん、こんにちは。お世話になっております。5万円でも良いから支給お願いします。はい。結構ね、私もこの動画撮り始めて長いんですけども、まあ、5万円の支給もね、本当は欲しいなと思うんですけどね、5万円ぐらいでしたら自己アフィリエイトはその他で、自力で稼ぐこともできるんで、前回私が上げた2つの動画ね、ポイントサイトで稼ぐ方とか外食で稼ぐ方、これ使ってももう今頃5万円ぐらいはね、できてると思うんで、そちらの方もちょっと意欲がある方はね、やっていただきたいと思います。小金虫さん、これからもコメントありがとうございます。なんかね、励まされますよ、小金虫さんにはいつも。はい。全国一律5万円になりますように、麻生は黙れ。はい、そうですね。こういう声をね、久美さん、麻生太郎事務所に上げていきましょう。はい、小金虫さん、実現の一歩です。久保さん、頑張りましょう。はい、頑張りますよ。私もこうやって動画を配信することによって、そういうことに気づいたとかね、どこにクレームを入れればいいのか分かったって方がいるっていうことでも、なんか意義があるかなと思ってます。これからもね、多くの皆様に、どうすれば国民の声が届くかってことを伝えていこうかと思いますね。で、小川、ゆかさんね、年内に5万円でも10万円でも、
特別給付出してほしいです。所得制限かけなくてもということですね。私も同じ要求を挙げております。私の場合はね、5万、10万ではなくて、30万、100万という単位でね、要求してますけどね。年内って言ってますが、早く動かないと間に合わなくなりますよ。これで自民党はできてなかったら終わりですね。菅総理も、菅総理も。一律でいいんじゃないですか。いらない人はどこから給付すればいいと思います。そうですね。日本は本当に口だけ早くしてほしいです。そうなんですよ。このね、日本は本当に口だけっていうのは本当その通りでね、参加さん。ただコメントを書くだけの国民も多い、ただ電話するだけの国民も多い、ただメールするだけの国民も多い、これがそのままね、政権にも反映されてるんじゃないかなと思いますから、私たちはね、やっぱりね、もっとこう、言うだけではなくて、私たち自身もやらないといけないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、厳しい指摘、坂さんからいただきまして、本当に私に言われたような感じがしますね。日本は本当に口だけって、私のことのなんじゃないかなと思います。本当にね、私もこうやって YouTube で喋るだけで申し訳ないと思いますけども、実際的な動き方として、給付金とかね、補助金とかではなくて、自力で稼いでいく方法っていうのもね、私、もう8年間ずっとお伝えしてますんで、実践していただければ、毎月10万とか20万程度でしたらね、稼いでいけると思いますんでね、まあ、参考にされてください。ここでは多くは語りませんけどもね。はい、ありがとうございます。たけるさん、コロナ対策で、衛生用品と出費が生活を圧迫しています。これは必要なもので削るべきではないと思っています。給付金の5万円でもいただければありがたいですし、必ず商品もあります。これはコロナが収まるまで続くでしょう。なので給付金は継続でいただければありがたいですね。年内にお願いします。先ほど東京の感染の数字が出てましたが、雲行きが怪しい限りです。北海道も独自のレベルのランクを上げるようですねと。各冬にコロナが落ち着くとは思いません。ですからどうか助けてほしいと願うばかりです。そうですね、確かにそうですね。たけるさんの言う通りでございます。ただ実際に本当に私たちコロナが収まるってことを考えられるんでしょうか。このコロナってのはインフルエンザ化するとも言われてますし、私もそうなると思います。一度発生した、まあ、病とかウイルスって絶滅することはないんですよね。ずっと人類と共に生きていくんですよ。ということは10年後でも100年後でもこの新型コロナウイルスっていうのでお亡くなりになる方っていうのは一定数存在するんですよね。ゼロにはなんないんですよ。それが何人か分かりませんよ。現時点でも今年1年でそうですね、1000人前後だというふうに認識してます。1000人といえばものすごく大きな数字とも言えるんですけども、全体の死亡率から考えると新型コロナウイルスって死亡率が非常に低い病だとも言えるんですよね。それに関しましてはちょっと驚きすぎなんじゃないかなっていう意見もありますし、まあかといってね、これが突然変異してとてつもなく恐ろしいものになるってことも考えられます。インフルエンザっていうのは毎年1000万人がかかって10万人が死亡すると言われてますし、肺炎でお亡くなりになる方も毎年40万人ぐらいいるって聞いたことがあるんですけどね。そうなると新型コロナウイルスに特定した疾患っていうのはそこまで恐れるものなのかなっていう意見に耳を傾けたくなるのも事実なんですよ。まあ、この辺私もね、詳しくは分かりませんけども、まあ、正しく恐れてって言いますけども、何が正しいか分かりませんからね。ただやっぱり今この時点ではですよ、この時点では何らかの対策をもうちょっと打っていただきたいなっていうのと、デフレを脱却したりね、新しい生活環境に切り替えるいい機会だと思うんですよ。もう世界中が恐れてるわけですから、これに乗じてではないですけども、新しい制度をね突っ込んでみたりとか、今までやらなかったことに挑戦する、そういうこともできるんじゃないかなと思いますよね。まあ、いろんな考え方があるんですけども、とりあえず私たち国民が思っていることをどんどんね、表現していかないといけないですよね。こうやって YouTube で話すとか、コメント欄に書くとか、まあそのまずはね、さっきね、口だけっていうふうにねご指摘ありましたけども、まずは口に出すことから始まりますから。でずっと喋ってるだけじゃダメですけどね、実際になんか活動しないといけないと思いますけどもね。ですね。本当はコメントありがとうございます。いろいろ考えさせられます。次、スモールラビットさん、本日もありがとうございます。少し期待持てるかな。また北海道のススキのように時短されたら、都内飲食店は非常に苦しいので出してほしいですねと。年末金融機関が休みになる前に、その間縫って個人的にも副業やらなきゃ。そうですね、それ本当大事なんですよ。5万円待つ、10万円待つの間に1ヶ月経っていけば、自力で5万とか10万逆に作れちゃうんですよね、はっきり言って。だから待ってる間に5万10万ぐらいは自力で作るぞっていう風なね、こう書いてますけどもね、そういう風な口だけではない行動っていうのも必要なんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり私たちが副業で稼ぐ、その毎月5万円を稼ぐってなると、誰かが5万円分サービスを受けて助かってるってことですからね。ですから人の困ったを解決する、それがまあまさに副業ですから、まあ本業でもあるんですけども、人の困ったをどうやって解決できるかってことをね、一人一人考えて行動していけば、
まあ、こういうふうな、ね、給付金とかなんとかっていうのも大事なんですけども、まあ、できる方は、ね、やってくださいねってことかなと思いますね。もちろんね、いろんな状況で副業どころじゃないって方もいらっしゃると思うんでね、そういう方にとってはこういった給付金っていうのが本当頼みの綱だと思いますので、私もこれからもね、出してもらえるように活動していこうかと思います。はい、クリスタルソードさん、ありがとうございます。麻生が流した泥水、炙って生きるのはもうこれごりすすって生きるのかな。一律給付金の追加支給を求めます。はい、どんどん求めていきましょう。クリスタルソードさん、お元気お塩さんですね。はい、ありがとうございます。初めてお見かけするような気がします。艦隊メールを躊躇していた一人ですが、国会議員を見ていてイライラしてきて、全国民にまずは5万円の給付金、来年10万円の給付をメールとしました。所得制限を設けた場合、どのように基準にするかで時間がかかる。決まったとしても申請した時に該当するかの審査でも時間がかかるので、全国民にメールとしました。はい、ありがとうございます。どんどんメールしましょうね。1日10件ぐらいしていきましょう。で、毎日やりましょう。さゆりさん、こんばんは。絶対に年内に第2弾の定額給付金を支給するべきです。皆さんが望んでいることなんて。そうですね。望んでいることをまず声に出していくこと、そしてそれを繰り返すこと、その次にできる方は実際の行動に移していきましょうっていうふうにね、私も思います。ありがとうございます。次の方は UX さん、生活保護者と服役者と国会議員には2回目の給付はいらない。はい、そういう意見もありますね。ただ選別するのにものすごく時間がかかるんで、まあどうなるんでしょうね。足立さん、お疲れ様です。一日でも早く支給してほしい。どうせ光熱代で飛ぶけど、光熱費でですね。はい、右から左そうですね、まあ右から左でも自分の出費が抑えられるってことではありがたいですよね。高橋小力夫がこの動画を見ていたら久保さんに権力を与えるだろう。おー、恐縮です。そんなね、大物が私のことをね、そうやって支持していただければいいんですけども、私もね、現在町内会長あまり力はありませんけども、できることをやっていこうと思います。はい、358さん、ありがとうございます。ひでさん、実現願ってます。5万でも助かるわと書いてくださったのは SANI さんですね。サニーさんですかね。はい、これからもコメントお待ちしております。浜口さん、そうやめろ政治家首。はい、清高さん、これからもどんどん叫んでいってください。小井さん、税金取りすぎふざけるな。いや、それ私も思いますよ。ありがたく払わさせていただいてるんですけども、さすがにこういう時は返してねって気がしますね。去年の税金払うんじゃなかったですよ、僕が。福山さん、いつもありがとうございます。長島議員頼みます。そうですね、福山さん、あ、いっぱい書いてくれてますね。はい、私もハートマークを押しておきます。レゴさん、久保さん、先日の動画コメントではメールを送ることに疲れてしまってと言ったのですが、それでは何も変わらないと思い、本日を自民党にメールしてきました。自民党へ、行って、総理や麻生さんの以外の自民党員の方にも分かるように送りました。ありがとうございます。レゴさん、疲れたらぜひ休んでくださいね。無理してやることではないです。本当に思うんだったらやればいいですし、力が尽きた時はね、一回休んでいただいて力を貯めてください。そうしたらね、やっぱり何も変わらないって奮い立つでしょ。その繰り返しでいいと思うんですよ。レゴさんができない時は他の方がやってますんで、助け合っていきましょう。ありがとうございます。 HN さん、良かったですねと。はい、実現したら本当に良かったですよね。偽物太郎さん、ベーシック以外は参加できるということですね。ベーシックインカムですね。ベーシックインカムはね、どんなベーシックインカムがいいかってことを提案すればいいと思います。私は究極はですね、今の社会保障制度を維持したまま、ベーシックインカムもプラスオンって形なんですけども、いかがでしょうかね。はい、プリミちゃんは、長島さん頼みます。はい、応援しましょうね。イーマックさん、長島さん、希望の下。そう、長島、ホームラン打ってほしいですね。大長島で。次、UX さん、わしは4月になったら給付金使うのじゃよ。今は貯めてるのじゃ。はい、結構でございます。KY さん、一律で差別なく国民のために年内給付と来年10月支給頑張ってほしいです。本当に苦しんでいるのですから。気持ちわかりますね。はい、なんでこれ、テレヒカさん、議員頑張ってくださいと書いてます。はい、長島議員の応援多いですね。お、マチコさんですね。いつもありがとうございます。ご隠居様の熱い国民感情、今助けなくてという思い、通じますよう願ってありがたいですと。お、いつも励ましありがとうございます。マチコさんにも私支えられております。最後はね、佐藤聡さんですね。いつもコメントをいただいております。ありがとうございます。ちょっと長いんで、じっくりと読ませていただきます。菅総理は安倍氏の意思を受け継いで、政治会議で自民党で総理大臣に決まったのに、他の党から安倍氏の代わりに総理大臣になろうという議員はいなかったのでしょうか。結果、同じ党の菅氏が総理大臣に決まりました。麻生氏は財務省副総理のポストになった。菅総理が決めたことに対して、麻生氏口出し多すぎで、安倍氏の時からいて体調不良の時に安倍氏から菅氏が次の、
ああ、ちょっと失礼しました。安倍氏の時からいて、体調不良のために安倍氏から菅氏が次の総理大臣に決まりましたが、総理大臣引き継ぎは良いとして、他の官僚は変えたりしなかったのでしょうか。もし菅総理大臣で新たに新官僚を決められることが可能なら、麻生氏を指名しなかったと思います。安倍氏のポストにいて、引き続き総理大臣にならなかった麻生氏も、自動的に、財務省副総理ってポストに決まるのはおかしいです。他に候補者がいなかったんでしょうかということですね。佐藤さん、私もね、この辺、人事のことについては、個別のことなんで答えてくれないと思いますけども、私が想像するに、安倍総理が病欠っていうかね、病気で辞められたときに、総理だけを引き継ぐということで、ピンチヒッターなんですよね。で、正式な総理大臣っていうのは、今度100代総理大臣ですか、来年の総選挙後に決まると思うんですけども、今回はだから、他の人事っていうのはね、言ってみれば変える必要はなくって、一部菅さんの意向を変え、もっと変えたのかなぐらいですね。まあ、どういう人事なのか分かりませんよね。これでベストと思う方もいれば、まだまだ改善の余地があるっていう方もいらっしゃいますし、まあ、見識浅い私にはね、これが良かったのか悪いのか分かりませんけども、少なくとも目の前に迫っている予備費の使い方に関しては、まず国民優先にしていただきたいかなというところですね。まあ、そのぐらいしか私、すみません、分かりません。他に候補者いなかったのでしょうか。逆に誰がどういうポストについたら良かったかっていうことをね、よろしかったら佐藤さん、佐藤さん、ぜひね、ご提案いただければと思います。多分お詳しいと思いますんで、私はね、閣僚が誰なのかすら全員言えないっていうか分かりませんあとそうですね、官僚っていうのは単なる公務員ですから、公務員人事によるんでしょうね、きっと。菅総理が指名できることじゃないかなと思うんで、その辺はもっと難しいのかなと思っちゃいますけども、この辺もどうなんでしょうね。菅総理が指名できるのかな。はい、今回長くなりましたけども、皆さんのコメントを読ませていただきました。私自身ね、こうやってコメント読ませていただくと、気づくこととか勉強になることがたくさんありますんでね。やっぱ私はこうやって、YouTube で発信することができますけども、まあ、政治とかね、その辺のことについて詳しいのは多分コメントを書いてる皆さんの方じゃないかなと思いますんで、これからも、いろんな知識をね、授けてくださいませ。それでは、今回もコメント読ませていただきました。長い動画になりまして失礼しました。では、失礼します。